こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今週のお話は何でしょうか。はい、今回のテーマは一水試験です。一水試験、はい、初耳です、こちらの言葉も。あ、そうですね、はい、あまり聞かれないかもしれないですけどもですね、はい。私も講座でいろんな方とお会いして、お話しさせていただくんですが、やっぱりそういう中で、いろんな、お悩みだったりとか、不満だったりとか、おっしゃって言ってこられる方あるんですけども、相談しそうですよ。あ、そうですか。私が悩んでたら平井さん聞いてくださいよって、はいはい。でやっぱりそういうお悩みの中でも多いものの一つに、誰々さんが私のことをこう分かってくれないっていう、こういう、相談といいますか、お悩みが、非常に多いですね。分かってもらえないってことって、はい、一番多い気がする。そうですね、そのトラブルの元になる、はい、私はこう思ってこうやってるの、なんであの人分かってくれないのよとか、そうですね、そんなつもりでやってんじゃないわよって、はい、すっごい多いですよね。そういういろんな食い違いっていうのは多いですね。あります、あります、はい、はい。そのなかなかこう分かってもらえないっていうことで、やっぱりこう分かってもらいたい気持ちって人間強いですからね。分かってもらいたいところか、なんで分かんないんだろうとか思いますね。そうですね、なんで分かんないんだろうみたいなね、はいはい。そういうふうに言われるんですけれども、ですがそう簡単にですね、この自分のことをこう分かってもらうというのは非常に簡単ではないですし、うんうん、また相手のこともですね、そう簡単に分かるものでもないんだと、いうことをちょっと今日は一水試験という言葉を通して話ができたらなと思っております。お、一水とありますように、こう水、同じ水であっても、その立場や状況によってこの4通りの見方があると、はい。同じものを見てても、それぞれの立場によってこう全く違って見えるということを、表した仏教の言葉でして、はい。その4通りの見方といいますのは、まず人間ですね。人間が水を見ると、これは水は水ですね、うん、はい、水以外の何物でもないですもんね、はい。ところが仏教で説かれるガキという生き物、あ、これも以前話に出てきました、はい、ガキね、はい。そのガキからしますと、この水を炎と見るとこう説かれてるんですね。なるほど、はい。そしてまた天人から見ますと、この水が瑠璃に見えると説かれてるんですね。キラキラしたもの、そうですね、宝石みたいな、キラキラした宝石ですね。そして魚ですね、魚から見ると、住処と見ると、はいはいはい。そのように同じことであっても、その立場や状況が違いますと、全くその見方が違います。テレビを見ておりましても、いろんな事件とか報じられていますが、その当事者が、いろんなことを証言したり言ってたりしますけども、みんな同じことを言ってるっていうことって少ないんじゃないかと思います。A さんはこう言ってるけど、B さんはこう言ってて、こう意見が食い違ってるっていうことがよく報じられているかと思いますが、起こったことは一つなんですが、やっぱりその人の立場で見えている出来事っていうのはこういうふうに映ったでしょうし、そんなことは非常にこう多いんじゃないかなと思いますね、うんうん。うち子供よく遊びに来るんですよ。喧嘩始めるんですよ、はい。どうしたのって間に入るじゃないですか。みんな言ってることが違うんです、はい。でも多分全員が嘘はついてないんですよ、はい。多分起きた現象はたった一つなんですけど、はい、この子から見てもこの子から見てもこの子から見ても全部違うんですよ、はい。すごいなんかだんだん腑に落ちてきました、はいはい。私も似たようなことですけども、ある夫婦の、ご主人と奥さんと別々に話を聞いたことがありまして、奥さんは奥さんの立場で、夫がなかなかこう育児に手伝ってくれない、分かってくれない、私の辛さを人は全然分かってくれないみたいに、おっしゃられて、そういう話を聞いてますと、ああご主人は悪いなみたいな感じですね。こっちはもうちょっと手伝ってあげたらいいのにとかね、手伝ってあげたいなという、いう気持ちはなってくるんですが、はい。また別の時にこのご主人から話を聞きますと、いや今仕事が大変忙しくて、非常にこうプレッシャーを感じていてですね、
いろいろ手伝いたいけれども、仕事のこともあってもう とてもそれどころじゃないと。だけどそういう中であの奥さんからあれもやってくれこれもやってくれと言って、いや正直こっちの気持ちももっと分かってくれと、まあそういうことを言われてまして、まあそういう話を聞くと、まあご主人の言うことも分かると、ちょっとなんか奥さんをもう少しご主人のこと分かってあげられないだろうかと、まあこういう気持ちにもこう、まあ、なったりもします。まあ、同じことではあるんですけど、やっぱり立場が違いますんで、まあ、そうなりますし、またあの、まあ、社会問題にもなってますけども、あの、まあ、虐待っていう問題ありますが、はいはい、もちろんあの虐待するっていうのは許されることではないんですが、うんまあ、私もちょっと専門家の人からちらっと聞いただけなんですけど、そういう虐待をしてしまう親御さんというのは、まあ、実はあの、まあ、自分が子どもの時に、まあ、親からまあ厳しいしつけといいますか、まあ虐待を受けた経験がまああったりするそうで、まあ、そういうことがあって子どもに自分の子どもに対してまあどう接していいのかわからない、まあ、どう愛情をこう伝えていいのかわからずに、まあ、虐待をしてしまうというのはことを聞いたことがありまして、もちろん、まあ、行為自体は許されないですけど、まあ、よくよくその聞いてみるとやっぱりその深い事情だったりとかその人の、まあ、やっぱ立場といいますか、まあ、そういうものがこうやっぱりありますんで、まあ、そういうことが分かるとちょっと見方も変わってくるんじゃないかなというふうには思うんですね。何か問題とかがあった時に、まあ、いわゆる加害者当然やったことはダメだ、だけど、はい、その人がなぜやったかっていう、はい、そこの理由っていうのもちゃんと見る必要はあって、いろんな立場があると、人それぞれ、はい、5人いたら5つの立場があるから、それぞれの立場から見えるもの感じるものは全部違う、だからそれを理解し合わないとその揉め事だったり争いだったりとか喧嘩だったりとかはいつも絶えないものになっちゃうのかもしれないですね。そうですね、まあ、最初にあのなかなか分かってくれないんですっていう、まあよく言ってこられるんですけども、まあそんな簡単にあのですね、自分のことをこう分かってもらえるものでもないですし、まあ、立場が違いますので、またじゃあ自分も相手のことどれだけ分かれてるだろうかな、分かってるだろうかなとこう考えると、まああんまり分かってないんじゃないかなということも多くありますので、まあ、そんな簡単にまず分かれるものじゃないんだっていうところに立っていただいて始めていただくのが大事じゃないかなと、まあ、こう思います。なんで私のこと分かってくれないのよと思わず思ってしまった時には、一睡試験、はい、相手の立場自分の立場で違うんだよ、相手の立場を分かろうとする努力をするの大事ですね。そうですね、はい、はい、私もこの今日初めて聞いた言葉でした。一睡試験、一つの水でも四つの見方があるっていうね、この言葉ちょっとしっかり今日は覚えたいなと思いました。お願いします、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。